まそうな匂い。おお、肉だ肉だ。おお、知っとったら。お肉ばかりじゃ体に良くないわ。何事もバランスが大事よ。キャスティはお袋みたいだな。いつか教えてくれたよね、師匠。大事な時は目や鼻じゃなく心に従えって。魔物を狩り調和を保つ島の森人オーシュット、お前は狩人になるのだ。生き物は皆命を喰らう。生きるためにね。憎しみなんてないよ。干し肉あげる。ついに来るのだな、悲劇の夜が。逃げろ、あれは強い。来い、私が相手だ。オーシュットは魔物をけしかけて町の人とバトルをすることができます。さらに美味しいもので町の人を手なずけて冒険に連れていくことも。バトルで魔物を捕獲したりけしかけたりするのはもちろん、その魔物をアイテムに加工することも可能です。底力を発揮すると内なる本能が解放されて強力なアビリティを使用できます。旅へ出ろ、オーシュット。厄災に備えるため集めてくるのだ、三体の伝説の魔物。私行ってくる。伝説の魔物を連れてくるよ。私にできるのは目の前の患者を救うこと。誰かを救うためには関係ないわ。自分が誰かなんてね。ごめんなさい、何も思い出せないの。記憶もなく、どうやって薬を作ったのだ。薬の作り方や知識は覚えているみたい。出て行けよ、あんた、エイル薬師団だろ。今度はこの町の人を騙すつもりかい。過去のことはわからない。でも今私はこの町の人たちを救いたいの。危ない。キャスティは町の人から有益な情報を聞き出すことができます。いいお話ね。さらに持ち合わせた薬で町の人を眠らせることも。お薬、おやすみなさい。バトルで素材を調合して攻撃や回復を自在に行えます。ブーストするとさらに素材を追加可能に。底力を発揮すればなんと素材を消費せずに調合を行うこともできます。キャスティ、あなたは変わらないわ。おせっかいもここまで来たら見上げたもんだ。一人でも多くに救いの手を。あの記憶で見た場所で何か恐ろしい悲劇が思い出さなきゃ。物語の構成も8人それぞれで異なる体験が待っています。例えば狩人のオーシュットは最初に2体の魔物のどちらを相棒に選ぶか、商人のパルテティオは目的地に向かうか、商売の匂いを頼りに寄り道をするか、盗賊のソローネは標的とする父と母、先にどちらの元へ向かうのか自由に選択することが可能です。さらに冒険の途中にはサイドストーリーや主人公同士の物語が交差するクロスストーリーも待ち受けています。珍しいアイテムや新たなジョブを手に入れることもできるかもしれません。8人の旅の行き先はあなたの手で決めてください。まか不思議の舞。旅立つ場所、たどる道、共に歩む仲間、すべては君に託される。マギア・インミ。オクトパストラベラー2は2023年2月24日発売予定。旅立とう、君だけの物語へ。